皆さんこんにちは。今回の目分量クッキングはアヒージョを作っていこうと思います。材料はこちら。シーフードミックスとブロッコリーは便利な冷凍物を使います。あとは好きな野菜を、今回は彩り重視でパプリカを選びました。それでは早速レッツラゴー。まずはパプリカをカットします。初めて使うんですが、正しい切り方とかあるんでしょうか。とりあえず半分にしよう。ピーマンと同じ感じでいいんですかね。食べやすい大きさにしましょう。こんな感じですかね。次にシーフードミックスですが、こちらにも一手間加えます。ボウルに移して、レンジで 1、2 分加熱します。そしたら表面の氷が溶けてるので取り除いていきます。この氷が溶け出すと水っぽくなってしまうので、ちょっと面倒ですが剥がしていきましょう。ブロッコリーもレンジで解凍しておきます。これで下準備は完了です。そしたらフライパンにオリーブオイルをひいて、ニンニクを炒めていきます。そこにパプリカ、ブロッコリー、シーフードミックスの順に炒めていきます。なるべく強火は避けるのがポイントです。今回は素材の味を生かしたシンプルな料理なので、素材の風味が飛ばないように弱火から中火で炒めていきましょう。そしたら蓋をして2分くらいじっくり火を通して、最後に塩で味を整えたら完成です。冷凍シーフードミックスで作った簡単アヒージョです。見た目は結構アヒージョ感が出てますが、お味の方はいかがでしょうか。それでは早速食べてみましょう。いただきます。いただきます。今日は何を作ったの？アヒージョ的なもの。アヒージョ的なもの、だいぶ映えてますね、うん、どうかな。シーフードミックスは結構使えた？全部。あ、よかったよかった。パプリカ半分。うわ、見たのあれちっちゃめサイズだからさ。あとね、ブロッコリーがちょっと残ってるんだけど。あ、全然いいよ。全部使えばよかったってちょっと後悔してる。嘘、全然パプリカに関してはパプリカ難しいよね。苦手野菜の一つじゃん、パプリカ。あ、でも大丈夫かな。おいしい。よかったよかった。パプリカが苦手な人でも食べられるってことだ。おいしい。ニンニクとオリーブオイル使ってれば、うん、とりあえずアヒージョって呼ぶらしいから。うーん、具材はなんか何でもいいらしいよ。そんなざっくりでいいんだね。うん。アヒージョってどこの国のだっけ？スペインかな。スペインか。スペインの方とか行ってみたいな。スペインって何があるんだっけ？パリアとか。あー、観光地とかかな。あー、あるある。サクラダファミリアだっけ？うんうん。あれスペインだっけ？うん、スペインだった気がする。海外旅行ね。うん、行ってみたい。やっぱ行く行かないは違う。行く前すごい不安だけど。ああ、そうなんだ、やっぱり。うん、経験者だね。ニュージーランドとロサンゼルスと、うん、カナダ、うん、トロントに行ったことあるじゃん。結構行ってるね。うん、と旅行でオーストラリアに行ったことある。楽しかった。全部あの英語圏の国だね。そう、英語圏選んで行った。じゃないと言語伝わんないフランス語は厳しいらしいよ。ああ、フランス語ね。
フランス語の、うん、あのフランス文学の学科 で、うん、でフランス語勉強してて、うん、で成績も優等生なみんなあの先輩がいたんだけど、うん、フランス語は全然伝わらなかったって。フランス語だって難しいじゃん、うん、勉強してたけどさ全然分かんなかった。発音が難しいよね。 R の発音がさ、うん、結構特殊で喉をちょっと鳴らす感じ、うん、しかも日本語のあの音にはないじゃん、なんかそう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 、特殊だよね、うん、そっか。でもフランス語できたらパリとかさ、うん、楽しめるのかな。なんか自分のさ行きたい観光地どこですかとかちょっとした会話ができるよね。その話せるじゃん現地の人と、うん、思い出もできるからいいな。この国行きたいとかある？あの北欧の方、ノルウェーとか。あーいいね、行ってみたい。フィンランドとか、うん、スウェーデンとか。そう、あの自然の豊かなところだけど、うん、神秘的なところ。どこ行きたいところはある？なんかこう、遺跡があるところに行きたい。マチュピチュとかさ、うん、エジプトの遺跡とか、うん、いいね。ロマンじゃん、やっぱり。確かに、あの歴史に触れる。そう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 、っていうのもさ、なんか生きてるうちにやっときたいよね。テレビとか YouTube とか、うん、そういう画面上とかじゃなくって実際に本場を見てみたいね。大きさとか肌感って分かんなくない？だってそう、ピラミッドってどれくらいかとかさ、うん、実際に見ないと分かんないし。大きいのかなピラミッドって。いや大きいんじゃない？未だにそのどうやって作られたかっていうのがさ、うん、完全に分かってないあたりとか、うん、ちょっとロマンがあって。やれ、分かんないっていうのは当時の技術じゃ難しいと思われてたってことだよね。昔の人もすごいね。そのピラミッドとかもさ、うん、宇宙人が作ったっていう説があるわけ。都市伝説系の YouTuber とかが好きでさ、うん、面白さ。そう、え、どういう人具体的に？あのね、ミルクティー飲みたいっていう人。全然都市伝説と関係ないな。そうそう、名前は全く関係ないんだけど、うん、結構編集してる時の BGM としてよく聞いてる。聞いてみよう。ジョニーの感想今日あんま言ってなかった、ごめん。でもさ、すごい美味しい。なんだろう、でも味付け塩だけなのよ。本場のアヒージョがどういう作り方かわかんないけど、うん、やっぱこのチャンネルを見てる人っていうのはさ、ある程度その料理をされる方、うん、だと思うのよ。うん、わかんないけど、だからこう、もしさ普段からアヒージョとか、うん、よく作るっていう人はこう、もっとここをこぼしたらいいですよみたいなさ、うん、アドバイスをね、逆にね、ね、詳しい方がいらっしゃれば、うん、コメントしていただければと思います。お願いします。はい、主食は米ですか？あ、そう、そこも米じゃなくてパンの方がいいですよとか言われて。意外とお米合うよね。合うね。そう、塩気があって。じゃあ一旦閉めますか。うん、じゃあこれからも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと面白かったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そう、そういうの大事、うん、ね、そういうの大事ですよ、うん、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もうちょっと大きい声でもう一回、せーの、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。勢いだ、勢い。そう、勢い大事。ありがとうございました。勢いある YouTuber 好きさん、好きよ私。噛んでた。